千曲市長の小川修一でございます。まずは動画のご視聴ありがとうございます。令和元年東日本台風により大きな被害を受けた千曲市ですが市民の皆様の中にはいまだに元の生活を取り戻すことができない方もいらっしゃいます。改めまして被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。さてこの説明会動画ですが 一つ,ししつは新型コロナウイルス感染症の広がりを受け説明会場の密を避けるためもう一つは可能な限りできるだけ早くできるだけ多くの市民の皆様に復興計画を知っていただくためでございます。災害の検証やそれに対する今後の対策について知っていただくことで 少しでも皆様の不安の解消につながればと考えております復興計画を策定しそれを市政運営の基本となる総合計画へとつなげていくことでちくま市を再び安全・安心な街にしてまいります市民の皆様には引き続きご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げ大変簡単ではございますがご挨拶とさせていただきます それでは説明動画をご覧ください復興計画担当の総合政策課政策推進係長の唐木田ですそれでは計画案の内容に沿って順に説明しますはじめに令和元年東日本台風災害の概要をご覧ください令和元年10月の台風では1都12県で 大雨特別警報が発令され長野県では初めての発令となりました大雨の影響で千駒川食い石観測所の水位も大きく上昇しピーク時に6.4メートルとなりましたこの6.4メートルは統計開始以来最高の水位でしたこの台風は市内に大きな被害をもたらしました重火被害をはじめ公共施設やインフラ経済への影響も甚大でした これらののの被害の多くは浸水によるものでした。市では浸水の要因を調べ将来の浸水対策の基礎資料とするためコンサルタント業者に当時の浸水状況の解析を委託し専門家の改修のもと調査を実施しました。当時の降雨実績や河川水位の状況ポンプ稼働状況洪水の痕跡状況などのデータを入力しより現実に近い状況を再現しました。 ご覧の通り、大きな被害を受けた箇所を7つのブロックに分けて、それぞれ解析を行いました。それでは、再現結果による浸水要因と対策方針を順番に説明いたします。A ブロック、アメノ地区です。図の色がついている部分が浸水の範囲、浸水の深さを再現した結果です。図、左下の判例のとおり、濃い赤色が最も深く、 1.5メートル以上浸水したことを表していますこれが濃い青色に近づくにつれて浅くなり色がついていない場所は浸水していないということになりますそれでは A ブロックの説明に戻ります土口・雨宮・池谷区は沢山側へ排水される地域で沢山側の両岸で浸水被害が発生しました沢山側の 千駒川への放流部には、独自水門があります。台風時には、千駒川の水位上昇により、逆流が発生したため、水門が閉じられました。水門を閉じたことで、沢山側の水位が上昇し、アメノミ排水ポンプ場のほか、5カ所の排水機場は、水位が計画降水位に到達したため、ポンプ運転操作を停止しました。 ポンプ場の停止に伴い、沢山川への排水ができず、内水氾濫による浸水被害が発生したと推測されます。この計画降水とは、堤防などを作る際に洪水に耐えられるとして設定した最高の水位のことです。そのため、この水位を超えて内水の排出はできません。また、土口水門の上から筑波川への水が流れ込んだ状況や、 沢山側の堤防からの越水も確認されましたさらに野口水門から上流側の天宮地区では筑波川の越水により堤防が一部欠損し越水は雨の宮産業団地の浸水に影響があったものと推測されます以上、内水被害の発生、河川からの越水の2つが主な浸水要因となります2つの浸水要因に対し 対策方針を整理しましたまず内水被害については沢山川の洪水維持に内水を一時的に貯留し時間差での排水が行える雨水調整地などの対策施設の設置を検討します次に河川からの越水ですが千曲川は国沢山川は県が管理する河川です。そのため ちく川の堤防強化可動掘削による水位低下沢山川の堤防復旧を国や県にしっかりと要望します続いて B ブロック羽生阿波佐地区です羽生地区の中新殿区には霞堤があります霞堤の堤防の高さは低い箇所で標高364.3メートルです台風時の 霞堤の開口部の放水痕跡高は標高約3 6 3 5メートルだったことから堤防の方が0 8メートル程度高い状況であったと考えられますしかし上流からの内水の影響も重なり霞堤が低くなる箇所から水があふれ浸水が発生したと推測されます。また筑川の水位上昇によって 霞亭内の水位が上昇し東林坊川を外水が上流方向に流れ神殿用水やお米川に流れ込むことで筑波川の外水が霞亭を回り込み被害が拡大したと推測されます羽佐地区は伊勢宮排水ポンプ場の排水区域となっています当時は筑波川が計画降水位に達したことでポンプの運転が実施できず 内水氾濫による浸水被害が発生したと推測されますまた羽生地区と同様に霞邸からの洪水により浸水区域が拡大したと推測されます以上のように B ブロックの主な浸水要因は東林坊川霞邸有水地からの流入内水被害の発生となりますそれではこれらの対策方針を説明いたします まず東林坊川霞亭有水地からの流入ですがこの地区の霞亭は後ほど説明します信濃川水系緊急治水対策プロジェクトで令和6年度を目標にちく川の洪水調整地機能がある有水地を整備する計画ですただ整備完了までには時間がかかるため応急対策として有水地に貯留した外水が 上流方向に流れることを防ぐ観点から霞堤が低くなる図の場所に大型土のを設置し市街地への浸水被害を軽減します。また東林坊川を外水が上流に流れるのを防ぐため東林坊川内にも大型土のを設置します。さらに排水系統の見直しなどを行うことで上流からの流量の減少を図ります。 なお抜本的な浸水被害の解消には千曲川の可動掘削により水位の上昇を抑える対策が必要となるため早期の対策実施を国に要望します。続いて内水被害の発生ですが伊勢宮川とお米川へ流入する排水区域を上流で分水などの調整を行うことでポンプ場周辺への流量を減少させ 浸水被害の軽減ができないか検討いたしますまた、A ブロックと同様の対策施設の設置を検討します次に、C、D、E 各ブロックの浸水要因と対策方針について順番に説明いたします C ブロックの八幡地区は、さらし川への排水区域です 川の水位が高く自然排水ができない場合国が管理するさらしし川排排水水機場のポンプで川へ排水します。災害当時もさらし科川排水機場ではポンプによる排水を行っていましたがその能力を超える流入により更科川の沿線の低地部で浸水被害が発生しました浸水被害軽減のため国に対し し排水域上のポンプ能力増強を要望しますまた抜本的な浸水被害の解消として国に対し千曲川の稼働掘削の早期実施を要望しますさらに A ブロックと同様の対策施設の設置を検討します次に D ブロックの八幡台地区ですが平和橋付近が開口部となる霞亭で 本邸との間を流れる若宮用水が千曲川へ放流しています本邸及び霞邸の堤防の高さは低い箇所で標高365.4メートルです対して当時の霞邸開口部での洪水痕跡高は標高約364.5メートルでした堤防の方が0.9メートル程度高いため千曲川の堤防を越水した 浸水ではなく千曲川の水位上昇により堤防内の水位が上昇し若宮用水を外水が上流方向に流れ内水の影響も重なることで浸水被害が発生したと推測されます。解析でも平和橋付近から霞邸内の遊水地に外水が貯留され霞邸内の水位が上昇し若宮用水を外水が上流方向に流れ 上流や山手川の内水の影響も重なることで浸水被害が拡大したことが確認できましたこの地域の対策方針ですがこちらの霞亭は中・神殿地区と同様に有水地として整備される計画ですそのため有水地整備までの応急対策として有水地に貯留した外水が上流方向に流れるのを防ぐ観点から 八幡大団地北側の道路沿いに大型土嚢を設置することで、住宅地の浸水被害を軽減します。また、若宮用水を外水が上流に流れるのを防ぐため、用水路内にも大型土嚢を設置します。若宮用水から八幡大団地方面へ分水するゲートを調整することで、上流からの流量の減少を図ります。 また抜本的な浸水被害の解消として国に対し筑波川の可動掘削の早期実施を要望します次に E ブロックの須坂地区ですが霞手を有する箇所で湯沢川から筑波川へ自然排水している区域です当時の合流部の洪水痕跡高は標高約369メートルに対して筑波川の堤防高及び西側の県道が高いため 千曲川の水位上昇により霞堤内の水位が上昇し湯沢川を外水が上流方向に流れ内水の影響も重なることで浸水被害が発生したと推測されます。解析でも千曲川の水位上昇により霞堤内の水位が上昇し湯沢川を外水が上流方向に流れ内水の影響も重なることで浸水被害が発生したことが確認できました。 この地域での抜本的な解消として、国に対し、ちく川の可動掘削の早期実施を要望します。また、将来の土地利用を見据え、治水対策の方針を、河川管理者の国や県と調整します。最後に、F 及び G ブロックについて順番に説明いたします。まず、F の若宮地区ですが、この地区は荒戸沢川への排水区域です。 千駒川への水位が高く自然排水ができない場合は国管理の八王子排排水水場によって千駒川へ排水されます当時も八王子排水機場ではポンプによる排水が行われていましたが千曲川が計画降水位に到達したことによりポンプの運転を停止したことで千曲川への排水ができず 内水氾濫による浸水が発生したと推測されますこれに対しての方針としては荒戸沢川の河川計画に基づき河川回収を県に要望しますまた抜本的な解消として国に対し千曲川の稼働掘削の早期実施を要望しますさらに当時千曲川へ排水する八王子排水機場は 千曲川の水位上昇に伴い運転を停止したことで内水被害が拡大したことから排水機場の排水区域を上流で分水等の調整をすることで排水機場周辺への流量を減少させ浸水被害を軽減できないか検討します。また A ブロックと同様の対策施設の設置を検討します。続いて G の上山田地区ですが 霞堤を有する箇所で、目沢川から千曲川へ自然排水している区域です。霞堤内の水位が上昇したことで、千曲川の水が流入し、浸水区域が拡大したと推測されます。解析でも、千曲川の水位上昇により、霞堤内の水位が上昇し、目沢川、日陰沢川を外水が上流方向に流れ、内水の影響も重なることで、 浸水被害が発生したことが確認できましたこちらの対策についてですが抜本的な解消として国に対し千駒川の可動掘削の早期実施を要望します以上が浸水状況の再現結果と対策方針の整理となります市ができること、国・県に要望することどちらもしっかりと進めます続きまして復興計画の位置づけや考え方について説明していきます 地域行政の運営はさまざまな計画に沿って行われますがその中でも最上位に位置する総合計画はまちづくりの基本です市では平成29年4月に第二次ちくま市総合計画を策定し6つの基本目標を掲げてまちづくりを進めてきました復興計画はこの総合計画の一部として位置づけ将来にわたって市の防災を支える指針とします 復興計画の基本理念は災害に強く安全で心穏やかに暮らせる街づくりとしましたこれは総合計画の基本目標の一つです今回の災害を受けてより防災減災対策を重視する意思を示していますこの基本理念を支える3つの基本方針が住まいと暮らしの再建、安全安心な街づくり、産業経済復興です この3つをもとに各施策を実施しますここからは基本方針に基づいた具体的な施策の説明をいたしますまずは体系図をご覧ください基本理念を3つの基本方針で支えそれぞれの基本方針に基づいた具体的な施策を定めています基本方針1は住まいと暮らしの再建ですご覧のグラフは令和2年2月に実施した筑波市 復興計画策定のための市民アンケート調査の抜粋ですアンケート時点で被災証明を発送した872世帯と市内全域から無作為で抽出した1128世帯の合計2000世帯が対象ですご覧の説問は災害前後での定住意識の変化をお聞きしたものです今と同じ場所に住みたいと回答した方は 災害後では大幅に減少していますがそれでもなお大半を占めており住み慣れた場所での生活再建を望まれている方が多いとわかります次の質問は生活を再建するにあたって重視することをお聞きしたものです経済的な支援、保険、医療、福祉体制の確保住宅の確保が上位となっており続いて心身の健康の維持増進と 行政情報の伝達強化が多くなっています。このような状況を踏まえ被災者の生活支援や税金等の減免による支援心身のケアに努めるとともに住まいの再建に向けた支援に取り組んでまいりました。基本方針1は復旧が中心の内容であるため既に終了した施策なども掲載されておりますが復興計画が将来にわたっての防災指針となるためあえて掲載しました。 続きまして基本方針には安安全安心なまちづくりですアンケートでは安全安心なまちづくりのために重視する施策をハード事事業業とソフト事業に分けてお聞きしましまたその結果ハード対策は河川の改修が最も多く以下川底の浚渫排水機場の整備遊水地等の整備と続き7割が治水対策を重視した回答でした。 一方ソフト事業では災害時の情報伝達手段の整備が最も多く次いで避難所への防災備蓄品の常備地域での声掛け助け合いが多くなりました市民の皆様が治水対策を何より望んでいることが改めて示された結果ですがこれは国や県などと連携しながら計画的に進めていく必要があります。具体的には信濃川水系 緊急治水対策プロジェクトを中心とした治水対策となります計画的なハード対策を進めつつ自助、共助・公助の考え方を共有し市民と行政が一丸となったソフト対策を実施することで災害に備えますまずハード対策の中心となる品川水系緊急治水対策プロジェクトについてご説明します 信濃川水系における治水対策や防災・減災対策を国や県流域市町村など関係機関が連携して進めるプロジェクトで河川における対策流域における対策まちづくりソフト施策の3つの柱がありますこのプロジェクトは令和9年度まで3段階で復旧・復興を進めていく予定となっていますプロジェクトの千曲市での対策を抜粋しました 先ほども説明しましたが堤防強化や可動掘削有水地整備が計画されております有水地はプロジェクトの2段階目令和6年での整備を目指しています以降の対策は主に市が実施するものです写真は先ほど説明した大型土納です流域における対策の主な取り組みです写真の住宅用 雨水貯留タンクの普及をはじめ、市全体で治水対策を実施します。続いて、避難所の見直しに関する対策です。災害時には避難所設営に対して多くのご指摘をいただきました。そういったご意見を踏まえ、避難所マニュアルの策定や備蓄品の拡充を進めています。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、感染症対策を踏まえた避難所の設置が必要となりました。 小中学校に一時的な避難所機能を集約し教室を避難所として利用できるようにするとともに車の中での避難を可能とするための避難所の確保も進めます防災拠点の整備や住まい方の工夫に関する取り組みも進めます続いて災害に対する体制の整備ということで自助・共助公助すなわち 市民・地域・行政それぞれの役割分担により災害に備える施策を説明いたしますまず自助ですが災害に市民が自分の命は自分で守れるように平時から防災意識を高めていただきます新しい防災ガイドブックを全庫配布いたしますのでお読みいただいたりマイタイムラインを作成するなどいざという時の備えをお願いいたします なお、このマイタイムラインは、地方9月号の折り込みで前後配布しております。市ホームページでもダウンロードできます。次に、教助として地域防災の見直しに関する施策をまとめました。特に地域版の防災計画は、地域ごとの特性を反映しており、より身近なものとなることから、地域と行政一体となって進めます。 すでに取り組んでいる区もありますので、ご相談ください。最後に控除ですが、今回の反省をもとに災害対応力を強化します。ご指摘の多かった情報伝達に関しては、可能な限り多くの伝達手段での情報発信や、避難所へのケーブルテレビ設置などを進めます。ただ、情報は発信するだけでは足らず、受け手側が情報を自ら取りに行くことも必要です。 特に既に運用している市のメール配信サービスに登録していただければ屋外告知放送の内容を文字でも確認でき個別受信機の代わりにもなります。まだ登録されていない方はすぐにできる対策としてこの機会にぜひ登録をお願いします。次に市職員の災害対応力を強化するため継続的な訓練の実施 避難所への責任者配置など現場での柔軟な対応を可能とする体制づくりを進めます次に災害時応援協定などの締結ですが他自治体や民間団体などと協定などを締結し迅速な応急復旧活動や要配慮者が安全に避難生活を送れる体制づくりを進めます 最後は ICT 化の推進です非常時にはオンライン申請の必要性がより高まるためこれまで以上に取り組みを進めます特にオンライン申請に必須となるマイナンバーカードの普及を促進しますまた被災者支援システムの導入により被災証明の発行などの生活再建支援を迅速かつ的確に行います 最後は基本方針3、産業経済復興です。台風では多くの事業者が被災を受けました。アンケートでは、産業経済の再建にあたって優先度が高い施策をお聞きし、設備などの復旧支援、経済的な支援を望む回答が全体の6割近くを占めました。そうしたご意見をもとに各施策を実施してまいりますが、新型コロナウイルスの影響で、 経済状況がより悪化していることから一刻も早く地域経済の活力を取り戻す施策を進めます産業の再生については発災直後からさまざまな支援を続けてまいりました今後は中長期的な振興策を実施し各産業の振興に向けて全力で取り組みます 以上でちく市復興計画の説明を終わりますこの計画へのご意見は1月5日から実施するパブリックコメントへお寄せくださいまた1月16日から順次開催する住民説明会に出席をご希望の方は感染症対策のため事前申し込み制となります一世帯1名までの申し込みでお願いします説明会当日も 感染症対策を徹底しますが体調不良の場合は参加をご遠慮ください。なお詳しい説明は司法1月号または市ホームページをご覧ください。ごご視聴ありがとうございました。